ハマウツボ族は、ハマウツボ科に属する総本の寄生植物であり、200種以上の種があり、主に北半球の温帯地域にて自生している。この属に含まれていた、いくつかの種は、現在コンネホリス属とされている。ハマウツボ族は、小さく、種にもよるが、背丈は10から60センチメートルである。完全に葉緑素を描いた黄色から麦わら色の茎に、 黄色、白や青色の金魚草のような花を咲かせるのが特徴である。花の形状は、オウナフローラ種を除くほとんどの種で、ウロコ状の包みを持つ10から20の花が密集した水上花女である。葉は三角形のウロコに退化する。種子は微小で、成熟するにつれて、高価値から褐色、黒色に変色する。これらの花は一般に、冬の終わりから、 春の終わりに開花する。開花していない時は、その植物体全部が土の中に隠れている。ハマウツボ族は、葉緑素を持たないので、必要な栄養素は、完全に他の植物に依存している。ハマウツボの種子は、長年にわたって、土壌中で、休眠状態となり、宿主の植物の根から生じる特定の化合物の刺激によって発芽する。 ハマウツボは発芽すると根のように成長し、近くの宿主の根に付着する。一度宿主に付着すると、宿主から水と栄養素を奪い始める。いくつかの種は特定の植物の実に寄生する。例えば、オオバンチヘデラエはツタの実に寄生する。これらの種はしばしば寄生する植物にちなんで命名される。それ以外の種は複数の植物に寄生する。 例えば、野生うつぼは赤爪草のほか、関連する豆科の植物に寄生する。オーバンチラモサはヨーロッパ中央と南西部に自生するが、他の場所でも広く帰化し、一部の地域では作物に大きな脅威とみなされている。寄生される植物としてトマト、ナス、ジャガイモ、キャベツ、コリウス、ピーマン、ヒマワリ、セロリ、豆が挙げられる。深刻な地域では、 農産物の不作を引き起こす可能性がある。空豆に寄生する種の茎は、イタリアのプッラダ州では、スパッチアと呼ばれ、食用とされている。学名のオーバンチの名は、ベッチを意味するオーバスと、締め殺すを意味するアンチョが由来である。ありがとうございます。